中日、甲子園での阪神戦に3年間で4勝しかできない、わら。2020年、1勝11敗、2021年、2勝7敗1分け、2022年、1勝9敗、嘘かと思ったらマジやん。阪神は名古屋で何勝してるの ?3 年で12勝、2020、3勝9敗、2021、5勝6敗1分け、2022、4勝8敗、負け越しているが中日ほどではない。中日、4勝27敗1分け。阪神、12勝23敗1分け。京セラで稼いでるとかか、明らかに異常じゃねえか。なんで、ハマスタ、阪神よりおかしいことやっとるやん。明らかに異常、2連覇のヤクルトには強いのに、ただ3勝目が劇的すぎる。パーフェクト大野ブス青柳って甲子園でやってたらどうなってたんやろな。これほんまグロかったなぁ。どっちも投手がかわいそうやった。阪神の対バンド打率と対神宮防御率が異次元やん。バンドで大野。もうええって矢野が中日をぶ呼びまくってた結果やろ。名古屋は知らん。